麻雀スタジオ。動画の数が2000になりました。 YouTube 上での数字ですね。なんかいろんな正確な数字数えてないんで分かんないんですけど、一応 YouTube の表記で2000と、ジャスト2000となったんで、まあよくクオリティは置いといてよく作ったな。しかも2000個作ろうと頑張って作ったっていうよりは、まあいつもやってることやってたら2000個いきましたっていうただの後付けなんですが、作ろうと思うと難しいですよね。まあこれが好きでやってるっていう一応名目建前の言葉ありますけど、それのいいとこで、例えば皆さんも仕事、今のお仕事5年目とか10年働いてるとかなんかあると思います。まあまあ好きでやってるとはちょっと違うかな。最初からその年数やるやらないといけないってなると結構厳しいんですが、まあやってて後で振り返って数字だけ見ると、ああよくやったなみたいな、まあそんな感覚で2000個。まあただ2000というとなんかすごいですけど、実は6年間でみたいなつくんで、皆さんが YouTube 見始めて、動画別に上げなくてもいいんで、見始めて6年経ってるかって話で、でしかも実際はこの6年前もちょっとニコ動とか YouTube でちょこちょこやってて、動画消した記憶ありますけどやってたんで、2007年くらいに初めてあげた記憶がありますね。9年前。なのでまあ、こう考えると、6年を2136日って考えると、1日あたり 0.936 本と。ただこれ毎日なんで、24時間365日なんで、まあ決して少ない数字ではないと思いますけど。まあ、そのくらいの結果になったと。まあ、クオリティは置いといてですね。中には10本動画上げただけで、私以上の再生数、平気でいるので、まあ、そういう人を比べちゃうとちょっと虚しくなるんで、まあ、あくまで、免品一発も1326。あくまで自分の物差しだけで、相対的に数字比べちゃうと。ちょっとネガティブに捉えちゃうので、まあ絶対的な数字だけを見て、すごいピンズが溢れてる。結構 YouTube をやっていて、これ性格があるなと。誰でもできる、まあ誰でも理屈上は誰でもできますけど、性格合う合わないの性格があると思います。続く続かないとか、やってる最中に思いました。頑張って続けようと思うと続かないんで、まあブログとかもしっかりですね。ツイッターとかフェイスブックとか LINE とかポケモン GO とか、まあ周りやってるんで一応やってみたけど、特にこう、やりたいとまでは思わなくても、やりたいとまでは思わなくても、やらないといけないよりもうちょっと上の気持ち、そこになるかならないか、また自分なりの楽しさ見つけられるか見つけられないか、まあ楽しさなりやりがいでもいいですけどね、つまんなくてもやりがいさえあれば続くんで。これはもう性格によるなと。もちろん飽き性とか、結構一つのことをずっと続けるの得意だよとか、あとはネガティブかポジティブかも多少ある気がしますね。こんだけ、例えば私の見方も6年やっていろいろネタとか考えて2000個作った、でもたった
タの300万再生と登録者5000と、6年やった結果がなんだと思う人と、まあそこまでは、まあ上を見ちゃうとしょうがないんですけど、そこまでは思わない人、この辺も同じ数字同じ結果もらってもよしと捉えるか。リーチウーパーピン、E ピンかな、 E ピンとウーピンならつもりさんアンコウーパーピンだとピンフ E ペイコウ、D ピン E ペイか D のみ、まあ、当然高い方に取るので、ウーピンが出たらシャンポンには取らないです。ウーピン出たら両面としてロンと。動画本数、まあ私6年やってるとは言いましたけど、6年前からぴったりやってるわけで、同じペースでやってるわけではなく、やってない1日3本4本上げた、ハマったみたいな、今は1日1本くらいに落ち着いてますが、まあ今後も1週間上げないとか、またはなんか知らないけど1日 2,3 本上げるとか、そういうペースの移り変わりは当たり前にあると思います。実際私が動画2000個、これはシリーズものがあるからですね、やってみたみたいな、全く他の動画と関係ないことを2000個思いついたわけでもなく、まあ MJ10-4 一人麻雀みたいに、とあるシリーズをパートいくつみたいに、まあ続ける、そういうシリーズがあるから本数だけはご立派に伸びると。例えば私も麻雀の技、例えば麻雀のお笑いネタ、これだけで2000個っていうのはもうまず思いつく、考えつくのが難しいので、まあ昨日やってたことを今日もちょっと変えてやる、こういうシリーズがあると本数だけは伸びます。まあただ動画の本数って別に何も意味がないので、再生回数と登録者数くらいはそのチャンネルの規模、まあ自己満足に浸るという意味での規模、チャンネルの規模、または YouTube 知ってる人と話すときに、大体こうチャンネルの規模を言いたいときに、ちょっとシャンテンに取っときます。その規模を相手に伝えたいときに、登録者数っていうのはこうみんなが同じ基準の物差しなので、まあ便利っちゃ便利です。まあ、再生回数もしかりですね。再生回数に限ってはまあ収益とかもついてくるんで、うわどうだろう、急走、まあまあ広、こっちの方が広いかな、収益も関係してくるんで無駄ではないですね。どうしよう、ちょっと まあブログみたいな感じですね。私はブログプラス、まあ自分が基本
まあ、麻雀牌触ってんのは楽しいプラスちょっとおしゃべりするみたいな。なのでまあ似たような内容でも何個も作れると、そういう理由はあります。実際、まあ、動画の再生リストの数数えれば何を何本上げたっていうのは分かるんですが、まああれですね、麻雀のゲーム、麻雀ゲームはやろうと思えば本数いくらでも伸ばせます。全部録画して打てば2000回ゲームで打つって、そんなに皆さんもやろうと思えばできると思うんで、私もちょっとゲーム、MJ、天宝、このあたり、まあ、惰性も含めて、まあ、昨日やってることを今日もやってたみたいな、そういうことやってたんで、まあ、本数だけはご立派に。本数だけ見ると、100万人超えてる人の本数レベルです。2000本。まあ、本数だけですね。なのであんまり言いたくないですね。その本数は別に何も意味ないんで、2000本上げたからすごいでしょうみたいな。反対にそれは笑われる対象にもなるので、2000本動画作ってこれかいみたいな。ただ、キリ数字見つけたんで、まあ、軽く計算してみたら、1日 0.93 本ぐらい動画上げてると。まあ、少しゲームに頼っちゃってる、本数を頼っちゃってる感は否めませんが、まあ、できれば、理想ですけど、できれば一人麻雀とか麻雀のネタとか、何か麻雀の説明とか、実際手と牌を使った動画を、まあ、増やしたいですね。ただ、麻雀ゲームはすごく便利で、一人でいながら、4人で打てると。今後もやっていきます。まあ、6球層。なんかもったいないですね。まあ、テンパイ取るならこれでリーチ。パーソー4枚使いの上なんで、かなり強い。手作りをするならチーソー切り、スーピン切りもいいなと。実際切ったら、トン一曲の平場でこの手来たら、私はテンパイ取らないんですね。スーピン切ります。あんこ見てたり、缶を見てたり、これで缶とか、これで缶。三あんこも見えそう。ただ、テンパイ取っとけば、テンパイ取っとけばいいのに結果脳天みたいな。あ、これはちょっと終盤にあんこ筋切りたくないんで、まあ、なんか降りて、脳天。結果脳天になっちゃいました。まあそんな、切り数字見つけたので、ちょっと計算してみたという話でした。どうもありがとうございます。